クソしょうもない死ぬし、マジで死ぬもうやめていいかな、このオープニング絶対やばいって、こんなん続けてたらなんて思われるかわかんないよ、僕なんで、本当に今後改めて余韻が残ってるちょっと待って、本編入りたいと思います。僕嫌われるかもしんない。はいどうも、ピョキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、海外風のトロールコースが作りたかった、かっこトロールにゃということで、このコースね、2、3個前の動画でやったと思うんだけど、コースの見た目は全く一緒で罠が全然違うらしいんだよね。で、面白いのがさ、作ってる方も違うの。その時はね、ミーヨちゃんっていう方が作ってたんだけど、今回はニャオンさんっていう方がそれを改造して作ったものらしいんだよね。もちろんニャオンさんもね、ミーヨちゃんに許可を取ってるみたいです。で、説明文にピヨって書いてるから、僕宛に作ってくれたコースなんでしょうか。いやー、ありがとうございます。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00% で、このオリジナルのコースマジで神子だったからさ、ぜひ見てってほしい。そのリンクはコメント欄に固定しとくかわかんないけど、誰かがしよってくれることを祈っときましょう誰か頼り誰か頼りにする僕なんですけど、あ、今回カロン飛んでこないんだね。じゃあ一旦下に降りていいみたいな。開幕強制天国。なるほどね。でも大体似たようなコースだね、オリジナルと。下のキノコもさ、叩いたら右側出てきたと思うんだよね、オリジナルは。なんで今回も右側だ。キノコ邪魔。みんな分かったことがある、このコースオリジナルと違うコースだねこの落ち武者どもが。落ち着いていこう。落ち着いたらそんなに難しくないはずだ、このコース。叩く、そしてすぐ左に行ってキノコを取ればいい、簡単なことじゃないか。そしてこのブロック叩いていいの。え、何よこのコース、バグもたくさん使ってるってこと。いや、そんなん使われたら僕もう分かんないよ、どうすればいいかさずるい、今のはずるい、絶対分かんない。俺はトロールマスター、トロキングさ、全ての罠を回避できない男さ。俺はトロールマスター、トロロが食べきらないトロキングバージョン2さ。じゃあここのパワーブロックを壊させてもらおう。これで先に進めるんじゃないのか。違うのか。なるほどね、ここにボム兵を隠してると。じゃあ先に進ませてもらおうじゃないか。あの良いね。多分ね、このパワーブロック必要になると思うから壊しちゃいけないと思うんだよね。先にさ、ドッスンがいるじゃん。このドッスンを投げて倒すと。いけ、おるな。見た、あれがチサパワーブロックっていう必殺技だね。僕しかできないよ。じゃあここのハテナブロックは何。今こそこの技を出す時が来て、2年間温めた必殺技を解くとご覧あれ。大地を揺るがし、地球をも壊す、さらには宇宙を無に返す、クラエンヒゲスーパーミラクルローリングサンダーなんか恥ずかしくなってきたもうスーパーローリングサンダー引退してもいいかな。あ、なんか前と違うね、ここドンとベッド。まあパウブロックを置くなっていうことか。あ、それは一緒なんだね。そしてこっからのパウブロックシャラーって。じゃああそこさ、針あるけどパウブロックを落とさないで下に降りれっていうことだったよね。こっから、あ、砲台が出てきてくれるのはいいんだけど、この土管入ったらいけないよね。こっから、あれ謎すぎ想定外だよ、こんなのバグりすぎでしょ。え、なんでこっちに移動したの、壁なのにさ。僕の頭よりバグってんじゃないの。そしてこのまま先に進めと。このハテナはなんだ、何もないのか、この四角は先に進めなくなったね。頼む、何か。あら、なんか今度パワーブロックを持ってこれたね。え、なんでだろう、違いが分かんない。さっきなんかパワーブロック下に行ったくない。じゃあこのパワーブロック必要になるんかな。なんか右側にさ、ホールド左って書いてるから、あそこで左まあいいや、なんか嫌な予感しかしないけど、まあこのまま行っている。あのパワー必要になるって書いてるね。この下行けば何があるの。一旦このハテナ渡って、あっ魚。なんかさ、右側にホールド左って書いてたじゃん。だからここで左を失敗したらパワーブロックが持ってこれるっていう感じだろうね。いや、それにしてもなんでだろう、壁をすり抜ける意味がわかんない、ほんとに。じゃあここは左行って、カロンの甲羅が下にあったからさ、それに乗らないように。右、オッケーオッケー。これで、いや、これでどうやって進むの。あ、ここでパウを落として上に行って、こっからパウを持ってこいっていう感じか。そしてここでパウブロック落としていいのか、本当に落として下に行く。そしたら
何もないじゃねえか。ここ下に落としてあってたんじゃないの。落として左に逃げてみる。上にトゲゾウがいた。なるほどね、このリュットが出てきてくれるって。何すんのこのケツマシンガー。マジっていうワードがさ、もう小学生低学年レベル。これどのタイミングで行けばいいの。あー、ここで右かな。あー、よかったよかった、これで先に進めるっていうことか。さあここはどうすればいい。あっ、はい、どうもこんにちは。そんなはいこんにちはってたまるか。うるせんだよ、はいこんにちは。元気よすぎる。はいこんにちはだな。じゃあここで中間ポイント、そろそろあってもいいよ。やっと来た中間ポイント。さあ次の土管に入っていきますか。もうほんと前回のコース全然違うね。めちゃめちゃ面白い。じゃあここは、ここは前回と同じだね。もしかしてこの先は、ちょっとこの辺で疲れたんかな。ニャオンさんは前回と全く罠が一緒だね。じゃあここは何もしないで見過ごしておく。そしてこの、あっ、この砲台を見過ごし、下に出てくるバブルも見過ごす。そしてこのキノコを通って上の土管に戻れっていう感じでしょう。そしたらね、右上の方にドアが出てくるみたいな、そんな感じだったんだよね。あ、やっぱりそういうことか。でも前回はさ、左のドアに入れるようになったんだよね、こっから行ったら。なんで今回もなってるみたいな。面白い。これは完全に僕がこっちに行くと予想したんだろうね、前回のを知ってるからさ。じゃああの鉄球は無視しといて、いやもう一回左行ってみる。そしたらやっぱ、いや、なんもなんねえか。じゃあ扉に入っていこうか。っていうことはゴールの仕方が以前と全く違うものなんだろうね。じゃあここは何もしない、ここで。それが正解なんでしょ。じゃあここは急いで行こう。はい、ダメ。じゃあ砲台の端っこに乗ってみる。これで先に、今なんか浮いたよね。お前は浮かなくていいんだって。いや今回のコース賛否両論多いかもしんないけど、めちゃめちゃ楽しいね。ついてくんだ。バグコースってね、本当に賛否両論多いんだけど、僕はね新鮮なギミックが見れるからすごい楽しいね。新鮮、本当に新鮮。そしてロルって書いてるな。バカって言われてんのか。下のパンは取れないから一旦右に行くしかないよね。あー、なるほどね。あのバネが持ってきてくれるんじゃない。そういうことか。そしてパウを発動させて右に行けと。ここ足場でしょ。そしてここチタン捕まる。今ちょっと噛んだね。気にしない気にしない、噛んだのは気にしない、いつものこと。さあここで鍵を手に入れてすぐ右に行こうか。あっ、はい、今日は暑いですね。鍵取るからのすぐ左で、はい、どうもこんにちは、避ける。そしてこのメットかぶって行っていいのかな。一旦そのまま行ってみる。このまま、あっ、いや違うんだって。今のは本当にバカだった。ここのトゲメットはかぶっていこうか。かぶって多分左に戻れば鍵が手に入るっていうことだと。え、今どこのドカに入った。バイ、どうもさようなら。じゃねんだよ。いやこの方のコースすげー好きだわ。何が起こるか分かんない、ドキドキ感がたまんないね。たださ、この先どうやって行けばいいんだろう、マジで分かんないんだよね。これ何もしなかったら、あ、なるほどね、ブラッパーが押し寄せてきてたのか。じゃあこのブラッパーをどうやって避けるかなんだよな。はいはいはい、なるほどね。あのちくわブロックが左にやってくれるってことか。もうこれで理解しまくりんゴリラパンダイゴムシ。そしてここの鍵取れませんね。じゃあどうやって進むのよ。もう一回右戻ってみる。そしたらさ、先に進めるルートができてるみたいな。ここなんか壊れそうな。あー、なるほど、上にあるのが見えたよ、ここ。これ気づけなかった自分が恥ずかしいぜ。でこの鍵を取ったら先に進めるってことでしょう。もうブラパを押し寄せてこないよね。さあ中間ポイントにそろそろあってもいいよ。頼む。ヒント、エンジェルフィー。ちょっと待ってね、ここで一旦土管に入るでしょう。そしてまた土管に入れみたいなこと書いてなかった。これでなんか変わんの。いや、なんか行けるような雰囲気出てないけど、右の土管は入れないしね。そしてもう一回土管に入ったらなんか変わるんかな。ちょっとわかんないからさ、もう一回ヒント見るわ。この下、あ、この下行けるんだね。あはは、なるほどね。ただ単純にやられたってことか、魚に。ここに下に行けるとは思わなかった。てっきりさ、さっきの場所だと思うじゃん、ここは下飛べ。あ、またお前か。いやー、これ赤と緑どっち行こうか。赤行っていい、こっちが、うーわ、なんか笑ってる。でもこっちが正解。やった。合ってる合ってる。そしてここは魚が出てくるんだろう、分かって。あ、違うね。
うわ、なんかさ、ここ右ゴールっぽくない？いや、どっち行く？一旦ドア行ってみようか。こっちを信用しよう。どうなる？何もしないでいい。オッケーオッケー、うますぎ。あっ、いや、全然もうゴールまで行けるんじゃない？この様子だったらさ。マリーの人生のゴールが見えました。え、ちょっと待って、これどうやってやられればいいんだろう。え、嘘、これもしかして積んだ感じ？え、ここまで来てどっかにやられる要素ないのかな。ガバ発見しました。いや、またガバりそうで怖いな。ここでオンオフをしなかったら先に進めると。そしてここは一旦左に逃げれないね。あ、ここではやっとですぐ左に行く。何も出てこない感じだ。さあ、チビになってこいってか。じゃあ僕はどうやってやられればいいの？ねえ。なるほどね。いやー、マジでビール、また頑張ったかと思った。じゃあ僕はもうファイヤーを取らない。そしたらボム兵が出てきてくれるんじゃない？ギリギリまで右に行けば。頼む。オッケーオッケー。そしてここでピンコインを取ってもうゴールできないの？え、まだ長いね、このコース。さあ、ここでファイヤー。なるほどね、ここでファイヤー。ねえ、いや、なかなかいい反射神経だと思ったんだけど、間に合わなかったね、このフラワー取るの。そしてここはチビになっていけってか。本当にそれに大丈夫？早く早く。これなんか出てくるかわかんないからノーって書いてるけど、以前はここがゴールでした。今回はゴールなのか。頼む、下にゴールあって。え、なんもない感じ。え、嘘でしょ。ハッハッハッ、雑魚は引っ込んでろっつってんだろ。だが、しかしもうゴールは近いんじゃないのか。この扉の先にはゴールがあると。そういうことでもないね。ヒントって書いてるよ。何がヒントなの？え、なんもヒントないの？え、何がヒントなの？この犬がヒントみたいな。全然わかんないよ。あ、わかった。さっきさ、ヒントに10って書いてたじゃん。だからこの10コインがヒントみたいな。いや、でもこっからどうやって先に進むかなんだ。下にゴールがある。このゴールをどうにかして。頼む。やった、ナイス。これでゴールができるっていうことなんじゃない。やった。いや、このコースはめちゃめちゃ鬼畜だったね。でもその分やりごたえがあってすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。クリボーこんにちはということで、説明文にね、クリボーを踏むだけの簡単なお仕事ですって書いてるんですよ。いや、久しぶりに来たね、クリボーを踏むだけの難しそうな一発マリオ。今日は一体どんな強敵なクリボーが出てくるのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.54%。 最初に土管があったから、あの土管がめっちゃ怪しいんだよね。ゴール条件がクリボーを10体倒してからゴールか。じゃあまず右にダッシュしていってみようか。この土管が怪しいけど。いや違うんだって。なるほどね、こっから出てくるクリボーを倒してってことで、ゴールが、うわ、意外と遠いね。そして10秒しかないの。っていうことは10秒以内に10匹のクリボーを倒してゴールしろっていうことか。なかなか難しそうだねこれ。じゃあまず何もしないで10体のクリボーを集めようか。そしてちょんちょんちょんって踏みながら右に進んでゴールすればいいだけじゃないので、今は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で次で10体目か。全然間に合わんやっか。だがもう読みだ。ここでずっと踏み続ければいいだけじゃないの。そして10体倒してから右に進んでみようか。6,7、うわ、残り2秒。うわ、全然時間が足んねえ。え、これいけんのかな。じゃあ早く踏んでみる。早く踏んだらクリボーが早く土管から出てくるみたいなのあるかな。なんか早くなってるような気もしなくもしなくもないけど。え、これでいけるのかな。あ、いや多分いけるいける。もっと早くしたらゴールできそうだね。はいはい、もう分かったぞ。ここでちょん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 とこうギリギリで踏んでいけばいいっていう感じでしょ。これなかなか早いじゃない。6、7からの8からの9からのここで右ダッシュ。これでゴールできるんじゃないんですか。6つ。超むずこれ。いや、マジ集中していいかな。黙ったらごめんね、集中するために。これ残り2秒でしょ。いや、今より早くいける。相当早くしてるつもりなんだけどね。これジャンプ調整がめっちゃ重要っぽいね。一旦何もしないでみる。あー、やっぱダメか。踏んで何もしなかったらクリボーが出てこなくなっても間に合わなくなるもんね。っていうことはやっぱ踏んでちょっとだけジャンプする必要があるんだよ。しかし地味な作業だなこれ。全然動画映えもしないしさ、大丈夫かこの動画は。で、残り何秒ぐらいだったらゴールできるんだろうね。で、今残り2秒か。これでゴールは、うわ、惜しい。
シェ、残り3秒あったらいけそう。今のでも結構ゴールポールと差があったもんね。だからクリボーを踏んでほんの少ししか上がったらいけないね。そんで10匹目踏んだ時は右にダッシュしながら、これでいったんじゃないかな。頼むゴールして、スコア出てんじゃねえか。もう完全に集中モード、次で絶対にクリアしてみせるから無言モード入るわ。こんなクリボーを倒すだけのコースが僕にクリアできないと思っているのか。さあこれはゴールしたんじゃないのか。頼むマリー、やったオイケーマリオタイム。いや今回も新しいアイデアのクリボーを倒すだけのコース、非常に楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。